テレビ大阪さん。テレビ大阪住みことです。お願いします。はい。万博関連で、ちょっと聞きたいんですが、はい。海外パビリオンのサイト X のについてなんですけど、まあ、ちょっと移行が進んでいないような状況から、タイプ X の整備費の回収できない分が、もう予備費から捻出する可能性が高まっているというような話が出てきています、まあ、タイプ A に関しては、まあ、先週時点で、まあ、10カ国ぐらいがまだ建設事業者が決まっていないというような状況もあるんですが、まあ、現状このタイプ X への移行状況に関しては、市長はどのように見ておられますか。タイプ X は9カ国分を準備して、で現在3カ国が検討いただいているというふうに、認識をしています。じゃあ他の分どうするんだっていう議論もこれは昔から前からありましたので、その跡地利用というかそのどう利用していくかっていうところは引き続き協議がされているものというふうに認識しています。タイプ A に関しても着実に進んでいただいているところは進んでおりますが、いよいよまあタイプ A じゃなくてやっぱりタイプ X や他のタイプに移行されるという国がですね、まあ、できるだけスムーズに選択肢として判断できるようにしていきたいと思いますし、今現在はタイプ X は3カ国程度、他の跡地に関しては別の利用を考えているというふうに、認識しています。まあ事業者も決まってない国がまだある中で、はい、まあ、予備費の話にこう、出てきてしまっているということ自体はどうですか。予備費の議論はまだちょっと直接報告や協議はもらってないので、ちょっとこの場ではいかんとも言い難いですが、すいません、はい、ちょっと今言えないところはありまして、でちょっとそもそも理事会等で諮られてない議題とか話がね、こんな形でこう世の中に出てしまうっていうのはちょっと、まあ、残念に思いますね。お互いに疑心暗鬼になってしまいかねないわけですから、ここから重要なのはやっぱり情報を密に連携して共有して意思決定していくっていうのが大事ですよ。だから情報管理っていうのは徹底していただきたいと思いますし、我々としても徹底したいと思います。で関係者間でしっかり意思共有しながら、残りも300日切ってるわけですから、いよいよこう山場になってきますので、情報共有して、的確に意思決定、していけるように我々も気をつけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。次の質問をお受けします。朝日新聞の菅原と言います、はい、話題が戻って恐縮なんですけど、先ほどのタイプ X に関連してお伺いします、はい、手前どもが報じた中でその X への移行が進んでいないことで数億円から最大数十億円の経費負担が生じる見通しだというふうに申したところなんですけれども、このいくらくらいコストがかかりそうかっていう、技術関係の、現時点での市長の認識を伺いますか。いや、本当にその情報をまだ、私も共有しているわけではないですし、かつ一番はその理事会等でその話が事実であればやっぱり理事会等に諮って、で理事の中で協議をして決めていくっていうのがこれは組織的な流れですよ、うん、ですので今の認識としては、タイプ X という新たな選択肢を示したタイプ X に関しては今3カ国程度がご検討いただいていると。で、もし利用いただけなかったエリア等に関しましても別の形で利用していくというところまでが私の認識ですし、お答えできるのはここまでです。先手になりますが、ちょっと そういう形でその中から情報がやっぱ出てしまうというのはちょっと残念に思います。なんかお互いちょっとその理事会の場とかでも含めてこう資料や情報の共有がこれで例えば二の足踏んでちょっとこの話したらまた漏れちゃうんじゃないかなと思ってしまうことがロスにつながるので、これはもう可能な限り理事会の場でまずは組織的に決定して、そしてきっちりした情報を発信していくということに引き続き徹底したいと思います。関連して
まあ、今回の話題としては理事会に諮られていないということですけれども、あの今後の、全体のコストの見通しについて伺いたいんですが、これまで会場建設費2度上振れして、バッファーとして予備費を設けているところですが、まああのまあ、タイプ X どうなるかわからないですけれども、そういうコストが今後発生するとして、あのそのバッファーを含めた2350というパッケージで飲み込めるかどうかっていう現状の認識についてはいかがでしょうか。あの2350のうち予備が130で2220の中で運用するというふうに認識しています。あの、まあ、これ以上の値上がりというかあのコスト増というのはもうないものとして、あの我々もこの間もしっかりチェックしながら進めてきているところですし、あの多くの関係者がその認識で進んでいます。あの予備費に関しては、まあ、予期せぬ事態が生じた場合にはあの予備費を使うというのがもともとのレギュレーションだったと認識していますので、もしそういう議論になったときは理事会等で諮られて協議がされていくものだというふうに思っています。あれ予備費の議論をするときはできるだけあのオープンな形であの説明しながら進めるというのが前提やったように認識していますし、あの本当にその議論になるのであればあのしっかりそこは理事会等で議論して、かつあの分かる形で発信していかなければいけないというふうに思っています。まあ、そしてその2220億の中でもあの前回やったかな、そのいつかの理事会からも示されてますけど、いわゆるこう契約を進めていく中で効率ができた分、例えば2億円の発注が1億5000万で済んだとかですね、あの進めていく中でそもそもあの発注が不要になった分、効率ができた分っていうのもこれ出てきますから、要はあのコスト増だけじゃなくて圧縮できた分もあの合わせて議論を見える化していくべきかなと思います。あの総合的に2350億円の中で収めていくっていうところに関しては引き続き注意して、進めていきたいと思います。